ドワンゴゲームズアリーナ T&E ソフト株式会社 T&E ソフトはかつて存在した日本のコンピューターゲームメーカー。パソコンゲーム創造機からの老舗ソフトハウスとして知られたが、右与曲折を経てドワンゴの参加となりスパイクチュンソフト第三開発グループに再編された。2002年に T&E ソフトは社名を変更して D ワンダーランドとなっており、 便宜上級 T&E とする。その後別法人が同社名を継承したものを新 T&E とする。社名は創業者である兄の横山と郎と弟の横山英治の名前から付けられたが後にトライエキサイティングの略称へと変わり、最終的にテクノロジーエンターテインメントの略称へと変わっていった。1八十二年に工学者のパソコン雑誌 i o NEC のパソコン PC-6001 シリーズ向けのゲームのプログラムリストを投稿、掲載し、そのゲームをパッケージ販売することで活動を開始した。1983年からは、I ・ O 市でのプログラムリスト公開をやめ、PC-6001 以外のキシ展開をはじめ、2月に発売した 3D ゴルフシミュレーションがヒット。以後、国産の八ビットパソコンでは、 スター・アーサー伝説シリーズ、ハイドライドシリーズ、ダイバーなどで名を馳せた人気ゲームソフトハウスだった。16ビットパソコン時代になると 3D ゴルフシミュレーションを引き継いだ1989年11月に発売したゴルフゲーム遥かなるオーガスタシリーズが看板作品になる。3D 表示システムパリシスを使用し発表当時にこのシステムで10年は空と公言していた。 1990年10月に経営難のクリスタルソフトを救済合併し T&E ソフト大阪開発部を設立。1986年3月に東芝 EMI より発売されたファミリーコンピュータ用ソフトハイドライドスペシャルの開発で家庭用ゲーム機へ参入。1990年12月にゲームボーイ用ソフト地球解放軍ジアースから 自社ブランド販売でのコンシューマー参入を開始した。1991年4月に発売したスーパーファミコン用ソフトニューサンディゴルフシミュレーション1遥ルカナルオーガスタがスマッシュヒットしたことから徐々にパソコンから家庭用ゲーム機へと活動を移行させた。1997年に資金難で横山兄弟の旧地の中のスクウェアのオーナー宮本正氏が資金援助をする代わりに 筆頭株主となり、後に、スクウェア自身も出資する形で、兄弟会社になる。2001年1月15日に株式会社、T&E ソフトは、ディズニーと資本、業務提携を行い2002年5月1日に、株式会社、t ワン n d ラ r ドとなった。同社は現在、ゲーム開発事業を行っていないが、旧コンテンツ制作部が独立した。 株式会社ディープが2005年4月22日に T&E ソフトの商標権を取得しゲーム開発を継続した。2019年3月4日 D4 エンタープライズは大黒屋グローバルホールディング株式会社が所有していた T&E ソフトゲームコンテンツの知的財産権を取得したことを発表した。当時のゲーム会社としては珍しく回避制の有料ファンクラブ T&A ソフトユーザーズクラブを運営し、開放紙 T&E プレス及び、機関の開放紙 T&E マガジンを自社内で編集、発行し会員に郵送していた。また年に一度秋の連休頃に、アタックという名称でファンクラブイベントを開催していた。会員証も発行しており、当初は運転免許証サイズのプラスチック製であったが、1990年に、 新たな会員賞として、オリジナル曲3曲を収録した8センチ CD が制作され、全会員に再発行された。同年7月運営を終了した。パソコンソフトメーカーとしては大規模な自社イベントを複数回開催していた。一般入場も可能だったが、ユーザーズクラブ会員限定のプログラムもあった。横山兄弟の兄である。 横山敏郎が2003年1月に設立した株式会社デジタルゴルフが2006年1月1日に株式会社ディープを吸収合併し名古屋支社を設立株式会社デジタルゴルフが正式に T&E ソフトのブランド名でゲーム開発をしていた2008年1月21日に名古屋支社の開発部門を株式会社 T&E ソフトとして分社化し 1>, 1月30日に、株式会社ドワンゴの子会社ゲームズアリーナが、株式会社 T&E ソフトの発行済み前、株式を取得することを発表、ゲームズアリーナの子会社化されることになった。2010年8月には、ゲームズアリーナ主会社のチュンソフトが、T&E ソフト所在地に名古屋オフィスを開設。合わせて、内藤時広や溝部雄一といったスタッフも、チュンソフト所属となった。 株式会社、D4 エンタープライズ、地位継承済みゲームソフトウェアコンテンツのご案内。D4 エンタープライズ、http://www.d4e.co.jp://2019-0304-2946、当社市会社による株式の取得に関する、お知らせと案号。 <polarization>. http://info.dwango.co.jp:/pdf:/ir:/news:/2008:/0801302pdf2013 年2月15日閲覧遠隔スパイクチューンソフト2012年5月4日閲覧会社概要スパイクチューンソフト2012年5月4日閲覧 ツイッター、内藤時広、今日からチュンソフト所属です。社長が聞く、Wii リモコン、プラスバラエティパック1、初めての作り方。任天堂、2012年6月13日閲覧。株式会社、ドアンゴユーカ証券報告書。門川、2018年8月27日閲覧。ありがとうございます。